初めての、画集が原稿者さんから、出してもらってます。あと、こちらリットミュージックさんから、梶井元次郎とのレモンを絵本として乙女の本棚シリーズの第4作品目で発売させてもらっています。画集の方は個人のオリジナルの作品から、お仕事で関わらせてもらったイラストを70点以上収録させてもらってます。普段総画で描かないような雰囲気のイラストもたくさん入っていろんなチャレンジを表現のチャレンジをしているのでぜひ手に取って一枚一枚楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。